新宿駅西口ご通行中の皆さんこんにちは日本共産党衆議院議員の宮本徹でございます今日は東京の日本共産党の皆さんが今国会で審議されております憲法九条を踏みにじる戦争法案なんとしても廃案に追い込もうと皆さんにチラシをお配りしそして 署名のお願いもさせていただいておりますどうぞご協力よろしくお願い申し上げますさて国会では先週からこの戦争法案の審議が始まりました審議が始まってこの2週間安倍政権は夏までにこの戦争法案成立しようとご利用しを狙ってきましたが 国民世論の大きな反対の中で、その目論み通りにいかない局面が生まれ始めてきております。おととい、衆議院で憲法審査会が開かれました。この憲法審査会では、自民党、公明党、次世代の党の推薦の方、民主党推薦の方、そして維新の党推薦の方、参加された 憲法学者の皆さん揃って今度安倍政権が国会に提出している海外で戦争のできる戦争法案は憲法違反だと厳しく批判を行いましたこの憲法審査会が終わった後与党の議員の皆さん顔真っ青になってそして公明党の議員の方は立腹の様子でございましたしかしか皆さん 誰がどう見ても今度の安倍政権の進める戦争法案憲法違反そのものではありませんか日本の憲法9条は戦争をしない武力による行使武力による威嚇これを行わないこのことを高らかに歌った平和憲法でありますその憲法の解釈を一内閣が180度ねじ曲げて 海外で武力行使を行えるようにするこんな立憲主義を踏みにじること絶対に許すわけにまいりません皆さんご一緒に声を上げてこの戦後最悪の憲法破壊の企て何としてもやめさせていこうではございませんか私たち日本共産党国会議員団も皆さんの願いしっかり背負って全力でこの法案 廃案に追い込むために論戦で頑張り抜く決意でございます皆さんこの問題国会で審議が進めば進むほどいよいよ危険な法案であることが明らかになってまいりました今国会で一つ大きな議論になっているのが自衛隊員のリスクが増えるのかどうかこの問題であります 政府は今度の法案ができても自衛隊のリスクは変わらないんだこんなことを言い張りますしかし全くの嘘でたらめであります今までのイラク特措法などこれまで自衛隊を海外に派遣する法案には自衛隊が行けるのは非戦闘地域だこの非戦闘地域というのは自衛隊が派遣されて活動されている期間の間を通じて 戦闘行為が行われないこのことが認められる地域だと法案に書き込まれていましたしかし今度の安倍政権が国会に提出した戦争法案にはその文言がありません現に戦闘行為が行われる現場でなければその前後に戦闘行為が行われるような危険な現場でも自衛隊を出すことができる こういうい法律の仕組みになっておりますこの問題での批判が高まる中で安倍首相はこの法案の審議が始まるようにあたって新しいことを言い始めましたいや法案には非戦闘地域と書いていないが実施計画の中には自衛隊が現に活動する機関は戦闘行為が見込まれない場所を指定する。 こういうふうにするから自衛隊のリスクは高まらないんだこんなことを言い始めましたしかし皆さん実施計画に書くという文言法律には一言も書き込まれておりませんそれどころか法律には自衛隊が派遣される現場が戦闘現場になることを前提として作られている構造になっております自衛隊が活動を行っている期間が戦闘現場になったら 活動を中断すす。る書いております戦闘現場になることが前提になっているわけですしかし皆さん戦闘現場になったらどうなりますか相手が撃ってくる撃ち返すでしょうそうしたら相手もさらに撃ってくる殺し殺されるこの戦闘に自衛隊が巻き込まれていくことは明々白々ではありませんかそして皆さん今度の法案には 法律の上でも戦闘現場になっても続ける自衛隊の活動が一つだけ書き込まれましたそれは何かというと捜索救難活動であります日米ガイドラインには戦闘捜索救難という言葉で書き込まれておりますこれは大変危険な活動ですベトナム戦争の時アフガンでの紛争の時アメリカ軍は 戦闘機が落ち落とされたあるいはヘリコプターが落ち落とされたパラシュートで脱出しますその人たちを今度は救出に行く作戦をやります相手がの文字通り敵地の中での救出活動になりますそしてこの救出活動今度自衛隊はたとえその地が戦闘現場であってもアメリカ軍を助けるために行くんだということが法案に書き込まれました この戦闘捜索、戦闘救難というのは大変犠牲の多い活動であります例えばアメリカの海軍2003年の時点までの統計ですがこの戦闘捜索救難に出かけた場合1.8回に1人救いに行った側が命を落とすこういうデータが統計として残っております。大変この危険な活動に、 自衛隊を巻き込もうとしているのが今度の法案でありますそしてこの問題実はこの東京全く無縁ではないんです今月5月12日突然アメリカ軍が東京の横田基地に CV-22 オスプレイを配備すると通報してまいりました沖縄にアメリカが配備している MV-22 オスプレイよりも 事故率が3倍以上高い大変危険な戦闘機でええヘリコプターと戦闘機を兼ねたものであります皆さんなぜ事故率が高いのかそれはこの CV22 が特殊任務を送っているからです敵地に低空で飛んでいってそして兵員を輸送する引き上げるそして今度戦争法案で 日本の自衛隊が手伝うと書き込まれた戦闘捜索救難の任に当たるのも今度この東京・横田基地に配備が通報された CV22 オスプレイであります国会の中で中谷大臣はこの横田基地に配備される CV22 オスプレイは自衛隊も一緒になって共同訓練していくんだこういうことも言っておりますまさにこの東京から アメリカのテロ戦争の戦地へと自衛隊員も一緒になって派遣されていくことになるこういう仕掛けがいよいよ明らかになってまいりました皆さん戦地に送られるのは政治家ではありませんもちろん安倍首相や自民党公明党の皆さんではありません自衛隊の若い皆さんであります先日もお父さんが 自衛官だといいう小学生の子が訴えてまいりまりした私のお父さんも戦争に行かなきゃいけないんでしょうか大変不安そうに訴え取りました皆さんアメリカの無法な戦争の手伝いのために自衛隊の皆さんの命を差し出すわけには絶対にいかないのではないでしょうかご一緒に力を合わせてこの希代の悪法戦争法案何としても 廃案へと追いい込んんででこうではございませんかぜひ今この場所で皆さんに署名のお願いをさせていただいておりますぜひ署名のご協力心からお願いを申し上げますそして皆さんこの戦争法案どんな時に発送されるのかこれが大変問題であります私たち日本共産党の院長の志位和夫が アメリカが無法な先制攻撃の戦争を行った場合でも集団的自衛権は行使してアメリカの戦争を手伝うのかこのことを聞きました安倍首相はいや国際違,法の違反の戦争には集団的自衛権を行使して手伝うことはありませんと言いましたしかしこれはその場限りの逃げの答弁なんです 法律を見るとそんなことはどこにも書いてありません政府が存立危機時代だと認定すればどんなアメリカの戦争にだって協力できるのがこの法案でありますそして実際に日本政府はこれまでアメリカが行ってきた戦争に一度でもノーと言ったことがあるでしょうか一度もないじゃありませんか あの大量破壊兵器がある今では捏造だと明らかになっているイラク戦争の時だって真っ先にアメリカのイラク戦争を支持したのが時の小泉政権でありましたそしてアメリカ、イギリスがあの戦争を始めた後日の大量破壊兵器は捏造だったと今では誤りを認めているのに日本政府はこの安倍首相も含めていまだに あのの戦争への反省を一言も言もわないこういうい事態でありますこんな方々がいくらアメリカの無法な戦争の場合は手伝わないこういったと言っても誰も信用することはできないのではないでしょうか皆さんこんな無法な戦争に日本が協力加担していくわけにはまいりません何としてもこの法案法務に去るために 大きく世論の声広げていこうではございませんかそして皆さん最後に訴えたいのはこの無法な戦争法案作って海外で戦争する国づくりを進めていけば皆さんの暮らしも大きく脅かされるということであります海外で戦争する国づくりを進めればそのために新たな兵器の購入が必要になります 今、アメリカはホールムズ海峡の機雷総会手伝ってくれそして、あの南シナ海での偵察活動、警戒監視活動手伝ってくれそして、いざ戦争があったら自衛隊も一緒になって後方支援で出かけてきてくれこういうことを盛んに日本政府に言ってきておりますその中で新たな種類の兵器の購入が相次いでおります。アメリカの 海兵隊が持っている水陸両用戦闘車文字通り海外に侵攻するための戦闘車両を30台今度の予算でも新しく契約を結びましたそして航続距離の長い海外へ兵員輸送するためのオスプレイを日本の自衛隊も購入していく1機200億円以上もかかりますよこれを17機購入する 契約を結びましたそして F35 ステルス戦闘機これも敵基地攻撃能力を持つものでありますがこれも新たに購入する契約を結びました一気これも200億300億とも言われる大変高価な戦闘機でありますそういうものを次から次へと購入していく今どうやって購入しているのか 後年度負担付け払いという形で安倍政権はこの兵器の購入契約を進めております安倍政権が誕生して2年余りでこの兵器の付け払いの購入がなんと1.4倍にも膨れ上がりました誰がこれを一体未来払っていくんですか今日本の財政大変ですそう言って消費税は引き上げられた年金は切り下げられた介護報酬も切り下げられた こんな中で兵器行為の付け払いをどん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 行っているのが安倍政権です未来にわたって社会保障が大解約私たちの世代が年金をもらう頃にはどんな年金制度になってしまうのかこういう事態ではありませんか国民の未来の暮らし社会保障を守っていくためにもこんな軍拡競争海外で戦争をする国づくりに住んでいくわけには絶対にいかないのではないでしょうか 皆さん国民の暮らしを守るためにもこの道何としても食い止めていこうではございませんか私たち日本共産党国民の暮らしを守り平和憲法を守るため全力で頑張って頑張って頑張り抜いていくことをお約束申し上げまして衆議院議員宮本徹からの訴えとさせていただきます